ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たん。新芽はやがて陽へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。油断したな、錦式。お許しを。すぐに仕留めますので。
私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんとリングは持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？そして子供たちに伝えていかなければいけません。お兄ちゃん、これでしょ？サンキュー、ひまわり。じゃあ演習に行ってくるってばさ。行ってらっしゃい。七代目火影の尽力によりバラバラだった5つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。まあ行けばわかるか。
らっしゃい。またのお越しを。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ、仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜田先生くらい。遅刻男がなんだって。ちぃ、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次のほかげとしての器を表しているのかな。ほかげになるのは私って、ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。行くぞ。
見たか、俺の実力。うん、へっ、やっぱ俺がいてこそのこのハマル班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね。四国男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさか、またゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、んなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん？いや…お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが、今の強さなら、今度の…はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう？ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら、近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期ホカゲなんだから。だからホカゲになるのは俺はホカゲになんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君がホカゲになるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉いホカゲなんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番近えとこにあるもんも見られねえホカゲなんて。出せんだよ。クソ親父。それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？このハマルの班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。はあ、もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ？いや、だから、これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。このハマル先生、あのクマパンダの捕獲に使った任具は
ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな、極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って保管室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、わかってやすよ。それじゃあ、後でな。めんどくせえ。よう。失礼します。遅かったな。大体の報告はこのハマルから聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのはチームワークと根性だ。修行も3人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってばいきなり影分身で3人になれたし、フートンにライトン、最近はスイトンだって。このハマル、お前いつもこいつに何教えてる？いや俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ、今日は。ひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。
失礼します、七代目。片付けか。科学任務班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中任試験に我々の科学任務の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますし、パフォーマンスとしても。ダメだ、中任試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか、失礼しました。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ、クソ親父。ボルト。なんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ。中任試験の告知聞いてないでしょ。中任試験？この浜丸先生が僕らのことを推薦してくれてるらしいよ。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任試験で見せつければいいじゃない。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね、確か。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって。わかったよ、出りゃいいんだろ、出りゃよ。チッ、ってあんたどこ行ってんのよ。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの。今日は大事な用事があっから家に戻らなきゃいけねえんだよ。修行はまた今度だ。大事な用って。あ、誕生日。よ、分かってんじゃん。
お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。うん。影分身。バルト。なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもおかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりにはもういいや。まさか今さら帰ってきても遅えんだよ。そうやじあ、その…すいません、俺、父ちゃんと勘違いして…ナルトの息子か。名は…渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？もしかして、サスケ君？ナルトはいるか？まだ、ほかげ室だと思うけど…そうか、邪魔したな。かっけー。やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ。何かあったのか？いや。ていうか、その質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。そういえば、お前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや。あいつは、どちらかというと昔のお前に近い。
いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。あの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはず。だったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやる。よし。よし、ここらで待ち伏せだってばさ。今だ。あ、あれ。うわ。すげえ。けどまだまだ。どんだけすごいビビーナでもらうけどさ。影分身？何の真似だ。あの、試すようなことしてすみません。実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それでそのお願いがあるんだ。俺を弟子にしてくれ。どうしても倒したい奴がいるんだ。螺旋丸はできるのか？
それもできないで弟子はないな。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。一度だ。分かってんよ。しかしお前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ？こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行ったんだろう。なんだ。あのさ、もしよかったらその修行をつけてほしいんだけど。修行？うん、ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもんね。ついてこい。うん。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。
開始。攻撃は組み立てが重要だ。隣接攻撃だけに頼らず、飛び道具での牽制も忘れない。攻撃が決まったから安心するな。攻撃後の隙が最も危険だ。敵はそこを狙ってくる。はい。今に。こっちだ。今に。そっち。そっち。今に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 。己のチャクラ量は常に把握しておけ。チャクラの有無が勝負を決する。無駄に使えば勝利は遠のく。この手合わせは何よりも大切な一戦になったよ、パパ。お前にはこれで十分だろう。これで終わり？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。でも今はお前より導かねばならない存在がいる。サラダ。そんな顔するな。また今度な。ありがとう。もはやこの大地に用はない。錦式は行くぞ。狙いはかぐやが取り損ねた畜生狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの英徳難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。よっしゃー、なんてやつだ。この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。おう、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り？さて、サスケのおっちゃんはどこに行っかな。里にいればいいけど、いなかったら森の中かな。なんかそういうとこが好きそうだし。
いた。その目でしっかり見てくれってばさ。どうだ。随分と小さいな。それでは螺旋岩とはとても言えないが、できていることに。最後まで話を聞かないやつだ。チクショウ。どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では、私がいいものをあげましょう。それって…これを使えば、その方に認められるはずですよ。これからは、クール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉は、もう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。さあ、新しい和歌の実力を見せてきてください。おう、サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。とりあえず行ってみるってばさ。準備完了だ。
腕がなまってたってばよ。サスケのおっちゃん、今度こそ認めさせてやるってばさ。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにお前はナルトとは違うようだ。そう思いたくはなかったが。で、どうなんだよ。いいだろう、弟子にしてやる。で、何すんだってばさ。まずはお前の実力を測る。え？でもこの前もやったじゃん。あの時のあれが全力だというのか？全然ちげえし、あの時は本気なんか出してねえし。だからだ、お前の本当の力を見せてみろ。わかったよ。前の俺と今の俺が全然違うこと教えてやる。
開始。生まれ変わった俺の実力を見せてやれ。生まれ変わった。もう分かったんじゃねえの、俺の実力。なんか言ってくれってばさ。強えだろ俺。俺は本当の力を見せろと言った。だがこれがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。なんだよ。一つ尋ねる。お前はなぜ俺への弟子入りを求めた。なぜって、そりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらって、そんで父ちゃんに勝ちてえからだ。うっすらトンカチが。うっすら何。いいだろう、望み通りこれから修行を始める。よっしゃ。ボルト、遅いね。あいつ、今日が中忍試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうね。はは、さすがにそれは。ありえねえってばさ。あんた、また遅刻。悪い悪い、思った以上に修行が長引いちまってさ。そうや、あんた、パパに弟子入りしたらしいじゃない。どうなのよ、その成果は。ま、それは見てのお楽しみってことで。ふーん、随分と自信があるようね。じゃあ、その修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃね。え、
筆記試験ってなんだよ。なの一言も聞いてねえぞ。あるから、書いてあるから、中忍試験の注意書きに。嘘だろ、修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ。噂によると筆記試験は忍界の歴史が出題されるらしいね。まだ開始まで時間もあるし、復習したらどうかな。つうか普段から忍界の歴史くらい頭に入れときなさいよね。むむむ。ほら行くよ、トカゲの屋敷の前で木の葉丸先生が待ってる。あのね、はっはや、あのな、あのよ、ああ、
3人とも中忍試験の準備は整っているか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。それではこれより中忍試験第一次試験を始めます。下忍の皆さんには10個の問題を出題します。皆さんはこれだと思う正解を選択していってください。すべての問題をクリアすれば一次試験合格です。よし、やってやる。それでは第一次試験開始。なんだっけ。確かこの答えは、これは簡単だってばさ。の問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よくやったぞ、お前たち。筆記試験くらいわけないってばさ。よしよし、その息だ。さて、次は二次試験だが、実は開始まで時間がある。じゃあ、少し休憩できるんですね。休憩でも、次の準備でもよし。とにかく試験に挑む覚悟が固まったら、俺に声をかけろ。次の試験はそろそろ二次試験が始まる。覚悟は固まったか？お前たちならできるはずだ。精一杯やってこい。中忍試験第二次試験は旗取り。この葉隠の里全域を使って各所に設置された旗を集める試験よ。制限時間内に規定数集められれば合格、集められなければ不合格。
それじゃあ開始。ガンガン集めるってばさ。この旗を回収していけばいいんだな。分かってると思うけど時間が勝負よ、この二次試験。そういえばゴールデンフラッグというものがあるらしいね。ああ、手に入ればかなりの加点がされるらしいけど、そっちに気を散らしすぎて結局手に入らなかったらただの時間の無駄だし、だから基本は普通のやつを集めることに集中して余裕があればそれも狙うっていきましょう。だね。ゴールデンフラッグ設置。いい？ゴールデンフラッグの出現は制限時間ありよ。制限時間をオーバーすると消えちゃうから注意しなさい。ちなみにゴールデンフラッグの配置場所については4つのヒントを渡すわ。その4つのヒントをもとに素早くフラッグを手に入れなさい。ミツキ、こっちはどうだ？まあまあかな。そっちは？ばっちり順調。さすがはボルトだね。次のおかげはやっぱり君が。おかげになるのは私。サラダ、こんな時でもツッコミありがとう。ゴールデンフラッグ入手だってばさ。さすがボルトだね。ゴールデンフラッグを設置したわよ。いい感じ、いい感じ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。迅速にフラッグを手に入れてみなさい。サラダ、ちゃんとやってるか？やってるよ。ていうか仲間を疑う暇あったら足を動かしなさい。足を。分かってるってばさ。まだまだ集めるってばさ。ゴールデンフラッグのヒントを送るわね。いい感じじゃねえか。さすが俺。設置したわ。ゴールデンフラッグのありかを示すヒントを送るわよ。このままじゃまずいかもしんねえな。急がねえと。ヒントをもとに迅速にフラッグを手に入れてみなさい。やったな、お前たち。俺らにかかれば当然だってばさ。次はいよいよ第三次試験ね。五賭けが観覧される中で1対1の手合わせが行われるんですよね。その通り。つまりお前たちの一挙手一投足に任界中が注目するってわけだ。ついにここまで来たね、ボルト。ああ、
とりあえず二次試験までご苦労だった。三次試験は日を改めて行われる。各自今日はゆっくりと休むように。はい。当日は里の外にある試験会場の前で集合だ。遅刻するなよ、特にボルト。わかってるよ。ただいま。おかえりなさい。あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。誰？父ちゃん。二次試験通ったらしいな。うん。よくやったな。次も頑張れよ。じゃあな。それだけ言いにわざわざ。大事なことだろ、これって。なんだよ、本当にそれだけのために。そう、親父。じゃあ行ってくるってばさ。頑張ってね、お兄ちゃん。後で応援に行くからね。おう。いよいよだな。よし。遅刻じゃないのね、今日は。この日に遅刻するほどバカじゃねえよ。ボルトが待ちに待った日だもんね。ああ、やってやるってばさ。物おじはしてないようだな。これからは1対1の純粋な勝負となる。
お前たちがどこまで行けるかしっかり見せてもらうからな、これ。はい。もう知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですが、その状況すら打破する力、それをここで示してください。ではこれより10人選抜試験第3次試験を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト、はい、雲隠れユルイウエース、それでは1回戦はじめ。ボショボだろ、俺が全員ダジっちゃうよ。ダジっちゃう、ちょっと水一網打尽ってことだよ。ダッセーんだよ、何でも省略してんじゃねえ。ちゃんとの修行を乗り越えたんだ。こんなやつに負けるわけねえ。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだな。チャライだっけ。ユルイだ。勝者、この葉隠れ渦巻きボルト。おい、ボルト。どうした？試験は終わってないってのに。いや、ちょっと息抜きしようと思ってさ。そうか。まあ確かに試合は緊張するからな。だが、のんびりしすぎるなよ。わかってるってばさ。
休憩はもういい。次の対戦相手同じこの葉隠れの忍びである以上、あいつはお前の手の内を知っている。気をつけていけよ。お、ではこれより中忍選抜試験第7回戦を始めます。この葉隠れ渦巻きボルト。おう、同じくこの葉隠れ奈良鹿台。両者準備はいいですね。それでは始め。面倒くさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。住人になれなくなりねえと言うけど、サボると母さんが怒んだよ。相変わらずバトルになると強えな。やっぱ親が親だけに。やっかいだな、母さん。お前、こんなに強かったっけ？いや、強かったことは間違いねえ。なんか、違和感あるんだよな。やってやる！悪いけど、このまま決めさせてもらうぜ。勝負あり。やった、父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった、ギブアップ。よっしゃ！勝者、この葉隠れ渦巻きボルト。やった、やったってばさ。父ちゃん、次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良鹿台と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。
後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が優勝できなくて私も誠に残念ですよ、七代目。本当は優勝してから発表しようと思っていたんですが。お集まりの皆様、このボルト君が使っていた科学忍具、失格にはなりましたが、ここまで彼を導いたのは間違いなく科学忍具あってのもの。片付け。そこで五影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学忍具の逃げろ。大丈夫か？もう一人。てめえら何者だ。でかいやつが大筒木錦式、そしてもう一人が大筒木桃式だ。巻物の暗号が解けたのか。ああ、ついさっきな。やつらについても記されてあった。狙いは分散したチャクラの実、つまりお前の中の美獣。かぐやが残した巻物にはやつらがチャクラの実を奪いに来ることが記されていた。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、その身をどうするんだ。タンを連成するらしい。さよう。これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。睨みつけておるは下等生物の分際で。どうなさいます。衣を汚したくはなかったが、まあいい。たまには体を動かすのも悪くない。喜べ下等生物ども、我の手により葬られることをな。サスケ。ああ。準備完了だ。
こいつを使って。見かけによらず、意外と執念深いやつ。あの時つけられなかった決着をここでつける。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床をきれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬなよ。サスケ、あと頼む。分かった。行くぞ、クマ！なまってねえだろうな！そんなのと！バルトン、よかった、気がついたのね。ここは君の家だよ。俺の。ひまわりと母ちゃん、みんな。ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。七代目はみんなを守って、奴らに連れて行かれたよ。ボルト！
俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。父ちゃんがガキの頃はおかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。ダッセーな。俺、その通りだな。お前は今回の試験で皆に軽蔑された。額当ても取り上げられ、今や忍びですらない。さらに妹は泣き、母は怪我を負い、父はいなくなった。慕ってくれる妹と自分を心配してくれる母がいなけりゃ、かつてのナルトと同じ状況だな。で、どうする？父ちゃんは…父ちゃんは、どうしてきたの？知りたければ、直接ナルトに聞け。え、助けに行くぞ。奴はまだ生きている。なんでサスケのおっちゃんはこんな俺のこと気にかけてくれんの？お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。どうしてそんなこと言えんだよ。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。そして何よりお前はナルトよりウスラトンカチだ。ウスラトンカチ、それって負けず嫌いってことだよ。我らを忘れてもらっては困る。おかげをないがしろにしては五影の名が廃る。すげえ、五影だ。まるでかつてのナルトだな。力が入りそうだ。奴らの元へは俺のリンネガンを使って移動する。屋敷の上に移動するぞ。準備はできているな。よし。このリンネガンでは奴らの元へ送れる人数は限られている。
今この忍界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これってボルト、母ちゃん。ボルト、絶対連れて帰る約束だってばさ。サラダ、ミツキ、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。しぶとい、この程度しか引き抜けんとは。悪いな、そう簡単にはいかねえんだよ俺ら忍者ってのはな。お前まで、なんで。いろいろあってな。ま、忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみてえだ。俺、ちったかっこよく見えっかな。前よりはな。少しは前の俺を見ててくれたんだ。今まで、すまなかった。これからは、今まで通りでいいってばさ。え？ただ、たまに会った時は、説教じゃなくて、父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ。あ。下等生物。所詮貴様らは下等さ。雑魚は雑魚らしくさっさと消えろ。こいつを使うだ。おかげだ。決してしないわけではない。そこを解けば我らの勝利は近い。いけるぞ。チャンスは逃さん。いけるぞ。めっせえ。
前の攻撃は見切った。あとは追い詰める。勝負あり。このまま奴を追い詰めるぞ。このような下等生物に我が己意識だ。モモシキ様、さあモモシキ様、私のチャクラも食らう時が来たようです。我が親役がかつて私に力を委ねたように。ためらわれる。当然だ。時には到底届かぬ神の力だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ、お前は攻めるとだけを考えろ。神よ、我にも勝てると思っているのではないか。神よ、我を恐れていた小さき者に過ぎる。我こそが勝者。我の上に立つ者は誰もいない。能書きはそれだけだ。それほど言うのならば行動で示してもらおうか。もっとも俺たちから見ればお前はかぐや以下の小さきものだがな。我の猿が潰してくれるわ。クラマの力なめんじゃねえぞ。こっちだ。
機を逃した。信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、
お前はあいつに勝る男になれる。螺旋岩。ああ、ただ普通の螺旋岩じゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋岩だ。だから何だというのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かった。もはや我には通じぬ。しかし最後の望みをその小僧に任せるとは。忍びとは、かくも愚かなものか。見よ、小僧の腕を。震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというのか。そりゃこんな戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんですっげー強え忍びになった。だったら次は俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボルトだ。忍びであること俺は曲げねえ。ザティゲ、我に向けて抗弁垂れるなど。全然早いわ。勝つ。すぐにひねり潰してくれる。俺はお前に勝つ。それみんなと一緒に戻るんだ。やっほっ。愚かガキごとき、我の前に立つな。父ちゃんとおっちゃんのおかげで、こいつはボロボロ。こいつは救いました。俺は忍びでも男でもねえ。圧倒的な戦略を教えてやろう。伏せろ。相手の動きを見極めろ。父ちゃんの息子でサスケのおっちゃんの一番でした。俺ができる。絶対破壊を貴様にくれてやる。こいつが必要だ。下等生物だ。
下等生物が舐めるな。まだいけるな。ボルト。気がしねえ。いけ。今度の勝負は俺の勝ちだな。ん？忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト。そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。して新たに出現した脅威に対し危機を迎えた忍界ですが、七代目火影や各里の影、そして七代目のご子息渦巻ボルトさんの活躍により無事事態は解決に向かいました。さて今回の騒動では大きな被害を受けましたが、同時に新しい発見もありました。それは忍界に育つ新しい力です。ボルト、ちゃんとリングを持ったの？やべ、忘れてた。今の忍界では先ほどご紹介したつうか父ちゃん、父ちゃんも忘れ物。おう、サンキューボルト。お父ちゃんもお兄ちゃんも忘れんぼさんだね。本当だね。初代から続くこの歴史あるこの花の里を、じゃあ行ってくるってばさ。行ってきます。導いてくれるでしょう。行ってらっしゃい。そう、これからも私たちは若き力とともに、これから任務か、一歩歩んでいくのです。父ちゃんも仕事頑張れよ。おう。
次はお前たちの番だ。頑張れよ。
ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。かつて忍界を紡いだ男のその軌跡に続く少年の道。時に交錯し反発し、それでもなお前へ進む。かくして小さき忍びの道は未だ結びにたどり着かず、いつしか名をつける時、その時にまた少年の旅路を振り返ることとしよう。故にこの物語に名前はない。今はまだ名もなき忍びの物語。なるほどな。貴重なテストデータが取れたぜ。これで終わりかな。よっ、と、父ちゃん。よくここまでやり遂げたな。ここまでのバトル、全部クリアしたんだろ。うん。サスケから聞いてな。お前がここの修行でかなり力をつけてるって。だからよ、最後はこの俺とやるか。1対1で、お前がどれほどのものになったのか。俺の手で確かめさせてくれ。行くぞ、父ちゃん。ああ、来い、ボルト。行くぞ、今のところ俺の全てを父ちゃんにぶつける。いい顔するようになったな。だが、お前はまだ若い。忍びとして歩き始めた。だから今の俺と違って当然だ。こうして拳を合わせれば今のお前でも何か感じ取れるはずだ。まだまだ俺から感じ取れるものは言葉で表せないモヤモヤしてるのかもしれない。それはお前にとって糧となるものだ。俺は父ちゃん、四代のおかげで拳を交えることができない。こうしてお前と拳を交えることがなんだかめちゃくちゃ嬉しく感じる。
俺はガキの頃からいろんな奴と戦った。その経験が今の俺を作ってる。そして今お前は俺と戦ってる。この経験がお前の未来を作ってくれることを信じて。そろそろ分かってきたんじゃねえか。お前は以前までのうるさい子供なんかじゃねえよっ。お前は忍びなんだからな。行くぞ。よっよっよっ。これで最後だ。拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたもんを俺の胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も。強くなったな。お前の拳、少しずつ忍びらしくなってるな、ボルト。お前の拳はこれまで軽かったけど、今のお前は違う。いろんな経験を積んで重さができてきた。それは忍びにとってとても大切なことだ。おかげとしても親としても嬉しいってばよ。ボルト、またやろうな。褒められた、父ちゃんに。
よ。ん？何？さて、よし。行くぞ。諦めねえど根性だってばさ。さて、
よし。うんうん。Thank you.